目の輝きがなくなった。あーあーびっくりした。はい、どうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。今回はですね、前回予告しました通りあのヤンホモ兄貴が帰ってきましたその名もヤンホモ兄に愛されすぎて逃げるしかない。今回はですね、おそらくこのね、楓くんからヒイラギくんを逃がせばというかね、エスケープできればいいと思うんですが、さあどういうゲームでしょうか。どのボタンを押すとこれ久しぶりのね、あの逃げゲーなんで、どこを押すと、あ、これか。はい、それではやっていきましょう。はい、動かない。どのボタン、これか。 Z ボタンで決定かな。はいはい。ある日、その日は部活もなく楓が委員会で遅くなるから俺は一人でキロについていた。あ、なんとなく前回のヤンホマーニーに愛されすぎて友達ができないの内容に似てますねワクワクしてきたぞ。ね、血染めの花の方なんですけど、すいません、ちょっとアプリがですね、突然開かなくなっちゃってね、パート7で現在止まっている状況です。問題が解決次第そちらの方もやっていきたいと思います。はい、楓には寄り道しないように、あーそうだったねって言われていたが、ちょっと本屋に寄ってから帰ろうでも来てるんじゃない、もうすでに。俺は本屋に立ち寄ることにした。でも本屋ぐらいいいと思うんだけどね。ただ相手はヤンホモのね、楓くんだからね、そうはいかないでしょう。うん、楽しそうだね。お、ヒイラギくん久しぶりだね本屋には今日発売のニャンニャンマガジンが置いてあり、それを少しだけ立ち読みする。うん、あー可愛いな。あ、そうだったね、ヒイラギくんは大の猫好きだったね。ただその猫に対しての愛情さえもあのヤンホモの楓くんは許しません怖いな。今回どんなゲームなんだろう。楓は俺の好きな小動物が大嫌いだ。そうだね、ヤンホモにも程があるよね。うん、私が見てきたホモの中で、ヤンホモの中で最大級にね、おっかないお兄ちゃんです。だからこんな本、楓がいる時に見ることができない。そうだったね、本当は買って帰りたいが、そんなことをしたら楓に怒られるのは目に見えているから我慢だそれだけじゃ済まないんだよね。もうなんだろう、手錠されて監禁されちゃうからね。うっ、電話だ。誰、楓からメールか。ヒイラギヒイラギ、昨日はごめんね、めんどくさい委員会のせいで一緒に帰ってあげられなくて。本当なら可愛い可愛いヒイラギと幸せな下校時間を満喫するはずだったのに、本当に残念だよ。ところでヒイラギ、前に僕が言ったこと覚えているかなあ、もうダメだこりゃダメだこりゃ、もうすでにバレているフラグですね。これは小汚い小動物なんか触ったらダメだし、見てもダメだって今まで何度も何度も注意したよね。あ、やばい、やつはもう本屋まで来ているな。ヒイラギ、今何の本読んでるのかな。うわ、後ろにいるんじゃないの怖すぎる。後ろにいるでしょ、見ているな、見られている。楓がすぐそばにいるのか。逃げないと、どこにいる。え、なになに、おるやん、おるやん。ちょっと待って待って待って、早い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 。なに、なんで、うわ、捕まっちゃった。え、これなに、一発でアウトってこと。マジか。え、どうやって戻るのこれ。あ、これか、もう一度行こう。え、なにこれ。あ、二連続で押すとダッシュだ。よし、おー、遅い遅い。楓くん、俺に、おー、やばい嘘、え、今日捕まり放題だな。バナナは卑怯でしょ。ねえ、今時バナナで引っかかってしまうか。よし、障害物があるようですね。ゴー、よっしゃ、上でジャンプね。
はい、ジャンプ。間違った。あ、そうか。間違っちゃった。上ボタン押しちゃった。一回でもミスると捕まっちゃうな。よし。X で、X ジャンプね。OK。はい、よし。いいんじゃない？楓くん。ね、走ってると全然追いついてこない。え、何これ。あ、ちょっと急げ。あ、急げ。楓くん来ちゃう。あれ、でも割と来ないね。これがわからない。あ、長押しすると。はい。長押しすると、長く飛んでいられるんだね。よし！危ない。あ、ダメージが入る。危ない。うーわ、これ難しい。これ難しいね。久しぶりに。ね、最近ノベルゲームばっかりだったから。え、白熱するね。3、2、1、ゴー！よし。バナナは短いジャンプで。あ、スライディングができる。あ、じゃあこれでいけるんじゃないの？鳥もこれで。やべえ。来ちゃう。ほら。まずい。ホモが近づく。ホモが強い。ホモが速い。そうか、でも、ある程度、ね、ミスっても大丈夫なようですね。うん、だんだん分かってきた。3、2、1、ゴー！これちょっと実況してられるかな？集中しすぎた。て、噛んじゃってる。集中しすぎて、なんか、喋れなさそう。よし！やばい。ホモが！いや、ちょ、走って。やん、ホモが。え、よく見たら包丁持ってない？ああ、今日7回ぐらいも捕まってるな。え？でもまだ序盤だよね、多分。これはクリアしたいね。このスライディング戦法で行きましょう。とりあえず、こっちの方がなんとなくジャンプするより、ね、安全そう。うわ、でも踏むね。よし、ちょっと手前から、うん、ちょっと遅いのかな？来てるなぁ。来てるね。やっぱり飛んだ方いいか。うっそー。ちょっとなんか今日、おかしいぞ。喉が枯れやすい。どうした？そんなに叫んだか？ゴー！ X で。じゃあバナナはジャンプで行きましょう。バナナジャンプ。鳥はスライディング。よし。鳥スライディング。あ、間違った。よし。スライディング。よし。いいんじゃない？よし。よし。あー、ちょっとリーチが足りない。まずい。くる。あれ、何これ。ちょ。え、入った？あ、よかった。セーブポイントか。上で入る。上キーで入るね。あー、ちょっと聞いてくれよ。さくらちゃんとあんずちゃんか。聞いてくれよ。またヤンホモがさ。そうか、この二人には、楓くんがヤンホモだってことは、ね、バレてないんだね。うん。ひらぎ先輩？どうしたの？そんな、血相変えて。アンズ、さくら、助けてくれ。ね、前のひらぎくんの本来の設定だと、ね、ひらぎくんはクールでツンツンしている役なんですが、もうそんなこと言ってられませんね。助けてくれよ。楓は、追ってきてねみたいだな。え、そうなんだ。あ、巻いた？よかったね。ちょうどよかった。ヒイラギ、ちょっとあんたに聞きたいことがあるんだけど、なんだろう。なんだよ。あんたのクラスの村、なんとか、ん？あんたがアンズに気があるって言ってたんだけど、本当なの？ここで聞いちゃう？もう本人近くにいるんだよ。まあ本当だけどね。確か両思いだったはず。え？そんなわけねえだろ。うん、かわいいね、ヒイラギくん。照れちゃってるね。あー、怪しい。そうだね。何の話をしているんですか？うん。え、この距離で聞こえないか。運よく聞こえていないようだ。でもおそらく、あのヤンホモには聞こえているぜ。怖いね。なんでもねえ。ヒイラギ、ちょっと、詳しく聞かせなさいよ。うん。楓からは逃げられたが、さくらに捕まってしまった。全然マシじゃん。え？結果発表。あ、クリア。これはなんだ？いいのか？
悪いのか。1950ポイントだね。え、これちょっとタイトルに戻ったら何か解放されてるとかない？さあ、スコアが1950。うん、あれ出てこないぞ。キーコンフィグ、何それ、キーコンフィグ、あ、これは何だろう、説明ボタンか。え、じゃあこれで何だろう戻れないぞ戻れない。あ、戻れた。じゃあこのキーフォンギングはあれか、キーの配置位置を説明するだけか。うん、どうしようかな。まだ時間あるからもう一周しちゃいましょうか。ちょっとハイスコアを狙いましょう。さあ、それではここは飛ばしましょうか。おそらく変わってないと思うんですけど。3、2、1、ゴー。もう慣れてるぜ、楓くん。甘い甘い。私についてこれるか。よし、今回じゃあ全然ね、障害物に当たっちゃったけど当たらないように行きたいですね。なかなか。よし、もう当たらないでいこう。よし、配置の場所さえ覚えれば、ここ、よし、ほら、余裕じゃないですか余裕だったよ。はっはっ。よし、さあ結果はどうでしょうか。見てみましょう。結果発表。よし、え、だいぶすごいんじゃない今回。ん、あれ、さっき1900ポイントじゃなかったか。あれ、待てよ、そうか、破壊ポイントもあるのか、クリアポイントだけじゃなくて。ちょっと悔しいな。ちょっともう一回やってみましょうハマっちゃうね。ゴー、来いよヤンホモさん、俺はいつもの。そうか、これスライディングだ。よし、もう昔のヒイラギくんじゃないんだよあれ全然進めないぞ。あれ、なんかちょっと下手になってる、下手になっている。よし、ゴー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 、来たごめん、そんなことはなかった。捕まっちまったぜごめんね、カイドくん、優しくしてあげてね、ヒイラギくんには。うん、じゃあタイトルに戻りましょうかもう喉が限界だ。うん、ということでミニゲーム的な感じですね今回は。うん、たまたま発見できたんでちょっとやってみたんですが、思った以上に白熱しましたねはい、ということでちょっと短めなんですが、今回はこの辺で以上とさせていただきますね。ちょっとあの血染めの花の方申し訳ないんですが、全然なんか私のパソコンでだけだとは思うんですが、全然アプリが起動しなくてね一体私のパソコンで何が起こっているんだはい、ということで、はい、次回はですね、ちょっとほのぼの系のね BL ゲーを実況したいと思います。次回もお楽しみに。さよなら。